はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。探偵神宮寺三郎未完のルポーのサブルートですね、やっております。四三編パート4ということで言います。通算は21回目ですかね。で、前回に出てきました3つの病院ですね、まずこの与野さんが今来ている東亜総合病院で、熊さん編でやりましたね、あのイベントのみでしたけどね、司大学の病院ですね。で、神宮寺さんはあの本編でやりましたように、国立臓器食研究所ですね、あちらの方に3方に分かれて調査するところです。で、与野さんはここの東亜総合病院を担当しておりますので、まず移動することになります。はい、では移動しましょう。で、あの後藤翔一郎さん、議員さんですね、の手術をしたという谷川さんに会うのが目的という形になります。はい、臓器移植についてコメントをいただきたいと思いまして伺ったのですか。いいえ。はい、この息苦しさに耐えきれなくなってきた時、やっと担当者が現れたとね、出ました、谷川さんですね。昔の漫画に出てきたマッドサイエンティストを連想させると。まあうまい建前ですよね、こちらの病院が日本でも有数の設備と規模を持つ移植手術の、先駆的病院だと聞いてこうしてお伺いいたしましたと。なるほど。病院の中がね、を案内してもらってるんですよね。で、谷川さんの資質に案内されるのかな。あ、そんな感じですね。点ではわかるんですが、移植手術を行う際の臓器は一体どこから手に入れるんですか。当病院では独自の臓器バンクと連絡を密に取っていますから、それに一般の人にも臓器の提供を募っていますし、他の病院に比べれば比べるがちょっとなんか比較の核の方になってますよね。はい、安定した臓器の供給がありますと。ああ、なるほどね。日本随一と自負していますよと。ああ、なるほどね。皮肉を惨事と受け取ったらしいと。はい、見た方がいいのかな。ああ、間違えた。この辺ですね。で、移動か。はい、そうですね、池上さんも来たっていう事実が分かっただけの収穫ですね。病院を出ると雨が降っていたと。
あ、ここで明治組に行った神宮寺さんとこう話が合流という形になりますね。それではちょっとねだいぶ短いですけどね、今回ここで終了させていただきます。神宮寺三郎未完のルポ世の三編パート4でした。ありがとうございました。それではさよなら。